90秒でわかるアニメアニメプレゼンツ転生貴族鑑定スキルで成り上がるを楽しむ3つのポイント。1、主人公の能力鑑定スキルとは。ごく普通のサラリーマンだった主人公が転生したのは小さな領地を持つ弱小貴族の子アルス。アルスには生まれつき特別な能力があり、鑑定スキルという他人の能力やステータスを測るスキルを持っていた。2、個性的なキャラクターとの絆に感動。アルスはこの能力を使い有能な人材を発掘、個性的なキャラクターに出会っていく。織田信長に匹敵する能力を持つリーツ、類まれなき魔法的性を持つシャーロット、臆病の性格だが軍師の才覚を秘めたロセル、それぞれ複雑な事情を持つ彼らが運命的な出会いを通して仲間としての絆を築いていく。3、アルスと仲間たちの成長物語。鑑定スキルを生かして日々努力するアルス、困難や大きな壁にぶち当たっても仲間と共に乗り越え成長していく。きっとあなたも共感できる異世界ヒューマンドラマ、アガルアニメ枠にて4月7日夜11時30分から放送。転生貴族鑑定スキルで成り上がるをお見逃しなく。